運賃表示器、運賃表示器、運賃表示器、運賃表示器ともとは、路線バス内し鉄道の車両内において、運賃を表示するために設置されている機械装置である。事業者によっては、運賃表や、運賃モニター、運賃モニター、例、京都京阪バスなどと称している。路線バスや列車において、ワンマン運転を行う場合、乗務員が、 旅客からの運賃を収受する際に、乗客や乗務員による運賃の確認を容易にするための機器である。ご払い方式のワンマン運転の場合は、運賃表を乗客が確認できるようにすることが必要である。理屈上は、当該路線の三角運賃表を掲示しておくことで、要あたり、実際に、鉄道のワンマン運転では、そのようにしている線区も多い。しかし、 バスの三角運賃表は、運賃区会停留所のみが記載されているケースが多い。ため、運賃区会停留所以外で上行する場合、その路線について熟知していないと、運賃の把握が難しい。しかし、全停留所を掲載することは、途中停留所が多くなるほど、難しくなり、仮に行ったとすると、文字が細かすぎて判読が困難になることも、考えられる。このため、 三角運賃表を掲示しているバス事業者の中には、運賃区会停留署名の欄に整理券番号を併記するケースもある。乗客が降車時に整理券番号と照合することで、支払うべき運賃がすぐにわかるようにするための機器が求められ、運賃表示機が開発された。初期の運賃表示機は、運賃区会ごとに紙や金属板がパタンと落ちてくる方式であった。 枠組みなどの自由度が高い、故障になり得る機構が少ない、部分的な修正が容易、上から紙を貼れば済むなが長所であるが、紙製の場合は、湿度などによって伸縮するため、想定外の誤動作が発生しやすいのが欠点である。現在でも越後交通の分離主会社で使用されている。その後、プラスチックフィルムを使用した、膜式運賃表示器が一般化した。この方式は、 比較的視認性に優れるという利点があった。しかし、当該車両の運用全区間の運賃表示を収める必要があり、その中の一部区間のみの運賃改定だったとしても、幕をすべて交換する必要があった。このため、運用の都合上途中で幕とそれを巻き取るローラーごと、運転手が入れ替える運用があったり、例、関鉄道バス。 極端な例では一つの窓に運賃を2種類色を変えて表示し、路線ごとに読み替えることを車内放送テープにて指示していたもの、幕に運賃表示を色を変えて2色にし、整理券の発券番号より大きいものは下段を61番以降は1番の下の表記を読んでください。例、宮古石巻バスの一部路線重ねて表示するなど苦労している業者も多かった。また、 幕式の構造で三角運賃表を表示するケースも一部バス事業者、例、山形県の山高バスに見られる。また、運賃表示と一緒に企業広告を表示するケースもある。越後交通グループ各社では幕式運賃表示機は採用歴がない。1980年代以降はデジタル表示式の運賃表示機が普及した。初期のものは 数字の視認性に難があるものが多かったが、稼働部分がなくなったこと、運賃改定時にはデータの変更だけで済むことから、今日では一般的な仕様となっている。データは内部にカセットを挿入する方式、また転送パックメモリカード等を使用して、本体内部のデータを書き換える方式に対別される。上記の事例の場合であまりにも整理券番号が多くなる場合は、 フリッカー表示、0、交互に0から59と60から119を表示で対処する場合もある。これもデータ表示装置、表示機の阻止の耐久性改良の結果、よく使われる方法となった。また、一部の鉄道では、運賃表示機の整理券番号の横に駅名を、閉記している。運賃表示は、降車時に必要となるものであり、 通常は自液表示などに使用されているディスプレイに、運賃表示を行うケースもある。特に近年は、液晶ディスプレイ、LCD を使用しているケースもあり、枠組みなどのレイアウトは、紙製と同様の自由度があり、カラー表示も可能であり、急速に普及しつつある。なお、運賃表示を、主として用いず、例、ごく少数の路線だけが均一運賃ではない会社の、車両、 装置自体が未装着、音声のみで対応している、音声合成装置と自動連動する、ないしは、手動の場合かつてはあった場合もあるが、この場合、老年者や障害者には有用でなく、あくまで適用段階の過渡現象の一例であろうと思われる。現在では、運賃表示機自体にデータを持たせず、音声合成放送装置と通信回線で結び、音声合成放送装置から、 表示内容、運賃データを送信する方式を採用する事業者が多くなっている。最初に導入し、メーカーの使用策定に大きく貢献したのは、箱館市営バス、1992年導入である。この方式では、車内放送と表示内容が完全に連動するため、系統設定ミスや、表示のズレが基本的に無意向、また、バス事業者は、 音声合成放送装置のデータを更新するだけで、同時に、運賃表示機のデータも更新できること、音声合成放送装置のスタッフ機能、1日分の、運行内容が瞬時に、セットされるを使う運転手の操作が少なくでき、より安全運転に集中できるなど、メリットが大きい。またこの方式の場合、降車ボタンと連動して、次止まりますの表示や、途中バス停での客扱い時にも、 系統番号、行き先等の表示ができる。営業時間外において、通常は、運賃表示や、時定留所、場、自駅の案内などを行う液晶ディスプレイ、LCD が他の目的に使われるケースが稀にあり、一例として、函館市交通局9600系電車、通称、ラックル59601号を貸し切りにした上で、 社内でディスプレイを利用した映画の上映イベントが行われたことがあった北海道新聞2007年8月10日面最低限の機能としては整理券番号や整理券に記載された駅名と運賃の表示が必要であるまた次の停車駅や運賃区会停留所を同時に表示するケースも多い近年では交通バリアフリー法に関連して自駅 停留所表示装置などの機能を兼ね備えているケースも多く、表示枠も大きくなっている。また、一部事業者では、一応、無券と表記しているところもあるが、特に都市部の事業者においては、料金収納業務自動化の一環として、整理券に番号とバーコードを印字しておき、料金徴収時に料金箱内で、 バーコードを読み取って投入された料金との称号を自動に行う方式を採用するにあたり、一番区間からの乗車を判別する必要が出てきたことで、無券を1に直した業者も見受けられる。一方、従来、始発停留所からの1区間を無券や券なしとし、それより、後の区間から1、2、3と整理券番号を振っていた事業者においては、無券や 剣なしであった区間において新たに例番の整理券を発行している。なお、番号照合業務が運賃収受につきまとう業務であるが、アラビア数字の6と9は整理券を提示する角度によっては似た形に見えるので、乗務員が判断しづらいために、事業者により次の各種の工夫による方法が取られることがある。バスでは6と9は 厳然と区別されるが、鉄道では整理券に乗車駅も印字されることがあり、その場合は6と9は特に区別されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。